山赤ガエルは赤ガエルか赤ガエル族に分類されるカエルの一種。学名は腹に模様を持った赤ガエルの意味。日本の固有種で本州、四国、九州、佐渡島に分布する。生態の体長は4.2から7.8センチメートル。オスは体長4.2から6.0センチメートル。メスは3.6から7.8センチメートル。背面の体色は 褐色、赤褐色、暗褐色で変化に富む。覆面は単行色。日本赤ガエルによく似ているが、肺側線が鼓膜の後ろで外側に大きく曲がり込む点、化学周焉部に大きな黒色斑がある点で区別できる。また産地に生息するタゴガエルにも似ているが、タゴガエルは化学周焉部が黒色の小斑点で覆われている点で区別することができる。 種商名オーネーティブニトリスは、飾り立てた腹の井で、覆面の反門に由来すると思われる。胞子は長く静止した状態でも指が、鼓膜に届き、水かきは発達している。卵は、黒い球形幼生は成長すると、体長4.6から6.0センチメートル程度で、日本赤ガエルのオタマジャクシに似るが、胴部背面に、天井反門はない。丘陵値と、 山間森林内及び、その外縁部にある池、小川、湿地、水田に生息する。平地より、山地に多く、ニホナカガエルより、森林内に生息する傾向が強い。植生は、動物食で、晩春から秋にかけ、主に森林の臨床で昆虫、ミミズナメクジなどを食べる。繁殖期、オスは、ナレノを使い、キャララ。 キャラララッという鳴き声を発してメスを探す。繁殖形態は卵性で産卵期は1月から4月。日当たりの良い水たまりなどの止水域で1000から1900個程度の卵を産む。産卵された卵は寒点室が吸水し直径約15から20センチメートルの卵塊になる。定評高地では本種と 日本アカガエルと同じ場所で産卵することも多いが、本種の卵塊は、日本アカガエルのそれに比べ、ゼリー状の物質が柔らかく、卵塊の形状が崩れやすい。卵は2から3週間で孵化する。妖精は主に水草や、石の表面に付着している藻類を食べるが、動物の死体、卵なども食べる。6月から8月頃、オタマジャクシは、 生後3ヶ月ほどで獅子が生えて上陸し、小ガエルとなるが、そこから生成熟して、繁殖を開始するまでには、約2年を要する。天敵が多く、生体の寿命は4から5年程度と考えられている。生体は10月の終わりから12月にかけ、臨床や泥の中、落葉の溜まった溝の底で冬眠する。土に潜って冬眠するカエルも多いが、本種や、 日本アカガエルは、水底で冬眠する。冬眠中に一旦覚醒して産卵するが、産卵を終えると再び春になるまで冬眠する。天敵としては、ヘビ類、蝶類、哺乳類がいる。妖精は、トンボの幼虫、松ム虫などの水生昆虫やイモリ、ヘビに捕食される。また、シャープゲンロウモドキの幼虫は、本種や、 日本アカガエルの妖精を主要な餌としているが、特に、シャープ・ゲンゴロウモドキの生息地では、同種幼虫にとって、本種が重要な餌になっていると考えられている。国際自然保護連合により、2004年から、レッドリストの経度懸念の指定を受けている。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。以前は、食用とされることもあった。かつては、失電が、 日本赤ガエルにとって適した産卵環境になっていたが、補助整備の進行により出電は、ほとんどが寒電化された。本州や日本赤ガエルは冬季に水電で繁殖するため、補助整備による寒電化の影響を受けやすく、地域によっては個体群の急激な衰退が起きている。アクアトと岐阜が2010年に、本州で日本動物園水族館協会による、 繁殖賞を受賞した。他の両生類に先駆けて産卵を行う上、産卵場所が水田などと比較的目につきやすい場所であることから卵を採集して飼育されることも多い。妖精の飼育はさほど難しいものではないが、一房の卵界には1000個もの卵が存在するため、野生個体の保全や飼育の手間を考えると、 採集する際には飼育できる数の見分けて持ち帰ることが望ましい。孵化した妖精は植物食傾向の強い飼育初期には水草や茹でた、ほうれん草、動物食傾向の強い後期には甲殻類や水生昆虫を水を汚さない程度だけ与える。あまり共食いはしないが無症卵や死亡した個体は他の個体に捕食される。孔子が生えてきたら 水位を低くして、木片や流木、水草などで上陸場所を用意する。幼体や、生体の飼育には生きた小型昆虫の確保が必要になることから、飼育難易度が大幅に上がる。しかし、カエルツボカビショの問題もあるため、一度飼育した、個体を野生へ戻してはいけない。ありがとうございます。